はい、今回も僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、今回は、名人戦リーグの最終局、羽根直樹五世対、張栩九段の一局を見ていきたいと思います。はい、これに、負けた方が脱落ということでね。はい、大一番でしたね。はい、羽根さんはね、五世戦の挑戦手合のね、合間に、まあ、一力さんもそうですけどね、はい、ぜひとも勝ちたいところですよね。はい、結構、なんか面白い碁になったようなので、はい、どういう碁になったでしょうか。なんか、そういえば、こういうような形もあるみたいですね、こういうような。なんかね、すごく難しくてね、なかなかこの解説はできないんですけど、はい、こういうような形も確かあったような気がします。はい、実戦はこのように打って、はい、こういうのはどうなんでしょうかね。この当てからつないだっていうのも結構珍しい筋ですね。まあ倍の手っていうような感じです。はい、でこの桂馬も結構攻撃的な手ですね。まあ、黒、結構形を整えながら頭出せたんで、黒は悪い感じはしないでしょうかね。この桂馬がちょっと筋違いになったような感じもしますんで。まあ、白は、そうですね、ここから切りから全面戦争ですね。ここを切ったんですか。ここを切った。これはこうやりたいんですけど、こうやってこうやってこうやってちょうど脱出できるということですね。これすごい、すごい分かれですね、これは。はい、これツケもまた読みが入ってるような感じがします。はい、で振り返りとなりましたね。はい、これは非常に難解ですね。これは並べてるだけでも分かりませんね、何が起こってるのか。まあ一応振り返りになったんですね、この石とこの石。ここがまだコウが残ってると。ただ黒からも一手で解消できないんで、一手寄せコウがあるんですね。ああ、この石もまだ死にきってないんでしょうか。はい、これで本コウになりまして、はい、解消してこう突き抜けたと。これが何ですか。割り込みからいきました。この差し込みも防いでるような手ですね。いや、これは本当に疲れる碁ですね。これは説明不能ですね。はい、またコウになりました。あ、またすごい振り返りとなりましたね、これは。ここも黒取るぐらいですか。取っておく。この収支はどうなんでしょうか。全く分かりませんね。はい、並べてこれは追っていくしかありませんね。はい、これでこの石は取れてますと。ここの一帯が全部黒ですね。はい、でまあこの助けを残しながら白、黒ここは生きてます。
ここも生きてるということで、まあ白はこれがまだちょっと不安定で、まあここはすごいとこ取ったんですけど、見た目の字が黒字が多そうですね、なんとなく。うん、ここ打ち込んでいって、この石が生きなきゃいけませんのでね、うん、結構辛い生き方ですかね。白ここに打ってもね、何にも黒に対して響かないのでね、うん、そこが結構辛いところかなと。はい、ここなんかコウにしていくような手もありそうですけどね。うん、はい、これで、はい、はい、またこの振り返りとなりました。これは押さえこうやると、当たりが効いて取ればこの4目がね落ちてしまいます。ですから白も抜くしかないと。で取って、うん、これはここ多分ある程度地にさしてもいいのかなって思いますね。はいはい、これ助けまして、はい、計算が出た感じがします。はい、ということでこれでね投了となりました。はい、まあ打ち込んだ時点では多分はっきりね黒がいいのかなと思いますね。この振り返りになった時点で黒が良、くなったのかなと思います。はい、まあそれにしてもすごい碁でしたね。はい、これはまあ並べてるだけでね、並べるだけで結構いいのかなと思いますね、こういう碁はね。はい、深く考えると、こういう碁はね難しいので。はい、羽根さんとね、張さんが5時間も考えてね、打った碁ですからね。はい。はい。まあ、鑑賞用のな、鑑賞用のの、面白いね、あの碁、棋風だったかなと思いますね。はい。じゃあ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい。それでは、失礼します。